はい、次のアップデートで武器を愛する者の証ってのがもらえるんだけど、塗りポイントによって位が変わります。まあ今回はその塗りポイントカンストさせると金の証がもらえるので、これ武器地の顔だね、武器地の証がもらえるので簡単にゲットできる方法、まあ簡単って言っても結構塗らないといけないんですけど、教えられたらいいなと思います。プライベートマッチって一応塗りポイントが加算されるんですよ。あの勝ち負け関係なく塗りポイントって加算されるし、そのプライベートマッチで塗った面積も増えるんですよ。なので、まあ、一番ガチマッチでルールが長いのはガチアサリ。このガチアサリでただひたすらキルもしないでこうやって塗っていく、今みたいな感じでこう塗っていく、で塗るだけでポイント貯めるだけで OK。 別に縄張りバトルじゃなくてもいいんですよ、塗ったポイントなので。ガチマッチなんでもいいんですけど、まあ、とりあえずガチアサリってのがいいと。まあ、7分8分間あるんで危ないな危ない、やらないようにしないと、お互い倒さないように塗らないといけないからちょっと危ないんだけど、もしかしたら事故る可能性も危ないもしかしたら事故る可能性もあるんだけど、まあ、こうやって塗っていけば、まあ、証ってのは早くもらえると思います。ちょっと塗る場所が少なくなってきた、危ない。うわ、なんか来た。危ない。危ない。足元塗ったろうぜ。危ねえ、倒すのちだ。危ねえ。塗る場所なくなっちまったよ。危ねえ。どれくらい塗れるんだろう。やっちゃったやってしまった。準備してる。ローラーね、こうやって順番にコロコロしていくと、あ、綺麗だな。こんな感じでですね、ローラーが後ろからコロコロ、あ、引かれてる。ローラー使いは、ぜひこれやってください。本当にこれはね、おすすめ。てか、完成で見てるの面白いな。引かれてるし。ちょっと、事故ってるよ。あそこ事故ってる。違う、詰まってる。渋滞。渋滞だよ。何やってんだよ。渋滞だよ。はい、全員到着しました。よかった。事故とかね、渋滞あったわけなんですけど、おっと、また行くのか？また行ったぞ。折り返し入ったよ。順番に行ってる。おー！面白い、これ。